久保さん、パンチあるじゃないですか。今回は、俺はいつだって緊急事態宣言してるよっていうね。<laughs> 俺はいつだって緊急事態宣言だよ、みたいな。僕はあのー、久保さんとは違います。収入の柱っていうのが、もうコンテンツ、情報ビジネスしかないので、久保さんの場合は、まあ,あ、別にもう空気レベルでやって、ちょっんなんだろうな。ビジネスやってるようでやってない、やってないようでやってる。 僕はもう完全にやってますから。もう緊急事態なんで。そう。まああの、収入の柱1個しかないんで大きい柱。だからもうひたすら売り続ける。まあ来週あ、まあ日曜日また商品売りますけど、もうひたすら売り続けますね。ひたすらキャッシュ貯まるまで。余剰資金貯め込むまで、もうひたすらですよ。だって余剰資金がない事態で、もはや緊急事態じゃないですか。余剰資金がないってやばないですか。余剰、まあね、昔、 あのなんかあの、アメーバ TV だったかな、与沢さんとなんか記者の人が話してて、その記,者の記者っていうか、インタビュアーの人が、今、30何歩で400万しかないです、400万ですって、で、与沢さんが言うんですよ、バカですかバ,バカですかとは言ってないんですけど、やばくないですかみたいな、なんかそういうなんかね、アメーバ TV の企画だったかな、なんかその400万に対して、なんかボロ,ボロカスじゃないですけど、なんか言ってたんですよね。 で僕それ聞いて、俺400万ねえぞみたいなね <laughs>。38で400万の余剰資金ねえぞみたいな。もう緊急事態も肌肌しいですよね。<laughs> どうっすか僕は借金去年返したばっかなんで。まだ余剰資金で400万ないですからね。もはや余剰資金で400万すらないっていうね。38にして。これどう相手も緊急事態じゃないですか。やばないですかね。<laughs> もうこれからはもう借金返済したからもう自分の余剰資金作っていくためだけにがっつりやりますね。30代は。あと1年ちょっとですかもうとにかく商品売って、もうとにかく作っていく。もうそれしか考えないです。それしか。うん。どうやったら売れるどうやっても売りまくっていくかしか考えてないですよ。なぜならば自分が緊急事態だからです。38人もなって400万もないと。やばないですかまあ使うもん使ってる部分もあるんですけど。 <laughs> 親に車プレゼントしちゃったりとかしてるから、まあそれはそれで、まあね時間の問題もあるんで、親孝行できる時間の問題があるので、お金に換えられない部分があるんで、そこはそこでいいんですけど、まあ、他にもそのパソコン買ったりとか、まあそのいろいろ買ってる部分もあるので、それでもため込むっていうね、より一層売り上げ作っていかないといけないなっていう、常にもう、緊急事態を自分に発動していますよ、ずっと。うん だってやばないですか,だか本当に僕、与沢さんがその人、あの、そのインタビュアーに言ってたのが、まさにその通りだと思うんですよね。30代で400万すらないと。何してたのっていうね。<laughs> 400万ぐらいしかないみたいな。だからもう本当に自分が言われてるようで、はっとしましたよね、うん。俺ねえぞっていう <laughs>。俺ねえなみたいな。うん。だからまあ、僕はだから、まあおにあの、動画もといっぱい撮るし、 あの商品もいっぱい売るし、それはなんでかっていうと、自分が常に緊急事態を意識してるからですね。で、あと、なおかつ、最低5億なんですよ。最低5億はないといけないなと。あと、70、80まで生きていくために。もう全然足りてないですよね。もう緊急事態じゃないですか。もう5億円までまだ果てしなき道ですよ。ね、5億のキャッシュ。これを最低作らないといけないわけですから。<laughs> ね、まだ400万もないんですよ、僕。どうすか <laughs> 果てしないですよね。 うん、だから5億円作るためにはまあ、僕1人でやってるのでさすがにあのコンテンツ販売をガンガンやってサポートもしていかないといけないですから手間かかるのでだからある程度の余剰資金何千万か作ったらその何千万を運用して奥、えー、にしていくっていう僕の算段なんですけど、まあ、コンテンツ販売で5億は組織的にやらないとサポート体制だったりとかいろいろ難しいのでまあ僕は1人でやっていきますからうん な僕はそういう計画ですね。一人で完全にやっていくわけですから。ただ何千万の余剰資金があってそれを回せたら奥にはいけると僕は思ってます。うん多くの人は5万円をなんか100万円にするとかね、5万円を何億にするだみたいなね、夢物語なんか思ってる人が結構多いんですけど、<laughs> 僕は現実的に、現実的にも何千万っていう余剰資金、もう何千万っていう余剰資金で奥作りに行くっていうね。 もうより現実的にいきますよ。年利何パーで、えー、福利で回したらどうのこうのって何千万単位だったらもうすぐ出ますよね。何千万単位で年利何パーで回して、福利で回して、そしたら何年後にじゃ5億になるってもうすぐ出せませんでもこれ5万だったらね。まあ5万でも福利計算してやっていけば、まあ、出るかもしれないですけど、まあリスクが高いじゃないですか。<laughs> レバーかけないといけないので <laughs>。でも少ないレバーでも、 現実的にそこに近づけることができるじゃないですか。余剰資金高ければ。なかもう、運用なんつうのは、運用資金の僕はボリュームだと思うんですよ。日本の銀行でもね、近隣クソ安いけども、これ1000億レベルあったらね、ね仮にその定期預金1000億預けますよっつったら、まあ、ちょっと入ってきます100万ぐらい入ってくるんじゃないですか。どうすか。日本の銀行ですら。 超少ない低金利でも1000億とかね、1兆円あったとするならば、多分100万円ぐらいポツポツ入ってくるんじゃないですか。どうですかね、久保さん。1兆円ぐらいあったら100万は絶対入るでしょ。今の金利でも日本の。だから結局元本どれぐらいあるのかっていうのは結構僕は大事だと思うんですね。投資していく上で。本当に、これが本当に、夢は、夢はありますよ。5万円を何百万にする、5万円を何千万にする、それは夢あるんだけど、僕は現実を見てるんで。 そっちの方がより自分の現実に近づけると思ってます。なんで、コンテンツビジネスだと別にリスクなくね、いくらでも動画撮りるしていくらでも商品販売できるんで、あとはもう自分がやるだけですよ。で、なんでやれるかっていうと、常に自分自身に緊急事態を発動してるからですね。5億円ないと。400, 円も400万もすらないと。予償資金でね。<laughs> やばいですよね。もうすげえやべえだと思ってますからね、本当に。400万もねえのか、みたいな。 だからね、僕の塾生さんで、ちょっと名前言えないですけど、チラ見したんですよね。そのなんかちょっと一緒にいて、そのあの銀行口座のね、ちょっとチラ見、なんかちょっとアプリでやって、なんか1000万か2000万があって <laughs> いいのみたいな。<laughs> いいのいいのみたいな。<laughs> 1000万以上あるぞみたいなね。<laughs> 羨ましかったですねそう。僕借金、その時借金返済してたんで。 <laughs> ああ俺何やってんだみたいなねそうなまあまあほとあと1240歳までは僕余剰資金作るためにもうあのやりきります売り切ります本当にまあ僕は緊急事態ですからね本当にうんはいということでまあほねまあ自分自身に緊急事態を常に発動して、えー、やるべきかなと思います少なくても生きていく上でお金は必要なわけですから お金儲けというよりかは必要なので、障害賃金3億、それは必要なわけじゃないですか、2億。生きていく上で70、80まで生きていく上で、絶対的必要な金額っていうのがもう算出されてるわけじゃないですか。ね算出されてるわけですよ。家賃いくらですか携帯代いくらですか水道代、電気代いくらですかこれいくら削っても絶対かかるわけですよ、死ぬまでに。だからそれはもう必要、経費ですよね。それを、 考えないとダメじゃないですか。生きていく上で必要経費なんだから。から儲けるとか儲けないとかね、稼ぐとか稼げないとか、もうそういう次元じゃなくて、もう必要なんで。<laughs> なんかお金お金の話するとね、なんかお金の亡者かとかね、聞かれるかも、思われるかもしれないですから、僕からすると必要経費です。生きていく上でね。それをみんな真剣に考えてないんじゃないかなと思うんですよね。うん、絶対的に必要ですから。死んでも必要なんで、墓、葬式代、墓、墓代、必要じゃないですか。 僕、はた墓建てないですけどね。墓建てるなって言いますけど。そう。でも、葬式なんか必要ですよね。葬式やんなくてもいいんですけど、別に。まあ、葬式やるんだったら金必要だし。まあ、少なくとも病院でね、なんか、なんかいろいろ最後、死ぬ時もね、病院で死ぬのかわかんないですけど、それも入院費必要じゃないですか。酸素マスクしてても、酸素マスク代必要なんですよ。大丈夫ですか <laughs> 酸素マックス、酸素マスク吸ったら0.1円課金ですよ、もはや。酸素マックスがプープーって当てるときは、もうプープー鳴ってるのに 0. いくらですよ。もはや。全部に金かかってるわけですがその、あの、ピー,ピー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 っていう機械、ただで貸してくれてないですからね。大丈夫ですかあのピーピーピープー,ーって言うだけでもお金発生してるわけじゃないですか。もう本当ね、だからそれはね、考えた方がいいと思います。必要です。必要経費なんで。 うんなんかみんな考えなさすぎるかなと思うんですよね。何なんですかね。絶対的必要じゃないですか。うん。まあそういうことです。やりましょう。いってらっしゃい。